福岡県が昨日独自の福岡コロナ警報を発令したのを受け、北九州市の北橋市長は気がかりな上昇傾向にあると警戒感を示しました。コロナはまだまだ完全に収束はしていないという、そういう認識をまず市民全体で共有することが大事であります。北九州市では昨日新たに334人の新規感染者が確認されました。300人を超えるのはおよそ1ヶ月半ぶりで、北橋市長は改めて基本的な感染症対策の徹底を呼びかけ、ワクチンの4回目接種など対象者は早めに行うことを検討していただきたいとしました。また感染拡大に伴う行動制限についてどういった対応が必要か今後検討していきたいと述べるとともに、15日から3年ぶりに開かれる小倉祇園太鼓については基本的な感染症対策が徹底され、伝統行事が安全快適に成功することを念願しているとしました。